規格がいろいろあるんですけれども、一般的には 3000Hz の信号を再生して、それの FM 変調されたものですね。例えば 3030Hz が一番上のピークで、下が 2970Hz をピークとするサイン波で FM 変調されたというような場合ですね。それ DIN とか CCIR っていうのは 1% と表示されます。すなわちピーク値を表示します。 JIS は RMS 実行値で指示しますので、 1% のルート2分の1で約 0.7% と表示する規格です。 NAB は平均値ですから、2分の π すなわち 0.6% と表示するという規格です。それでここにあるのは、そのワウフラットアメーターの成分ですね。ワウというのは、ワウ&フラッターというのは約 0.3Hz から 200Hz までのワウフラッター成分を測ります。ワウというのはその辺の低域の成分ですね。これが広域の成分で、これウェイテッドというのは、人間の耳に聞こえる聞こえワウとして感じやすい 4Hz ぐらいを中心に、それ以下も以上も感じにくくなるということで、人間の聴感補正をしたものです。通常日本の製品では実行値のウェイテッドでスペック規格が表示されている場合が一番多いと思いますので、これで測るということになります。